幸せ上々都の城。今日は焼酎の里霧島ファクトリーガーデンにやってきました。ゲストは先週に引き続き池田師匠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらには都の城が誇る焼酎がもういろいろ揃ってるんですね。この焼酎をはじめとした特産品がですね、大変好評いただいて、はい、令和2年度のふるさと納税寄付額日本一になりました。それこそ何度か日本一取られてますよね。平成27年度そして28年度についてですね、今回3度目の日本一になりました。3度目ですか。はい、これまでで過去最高のですね135億円の寄付をいただきました。今日はですねぜひ、本市自慢のですねこの焼酎とお肉をですねご堪能ください。堪能します。主任の山本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鶏豚牛の3種盛りプレートをご用意させていただきました。もう夢のコラボですね。そしてこの料理に合うお酒が、はい、今ではですね芋や麹の違いでたくさんの焼酎がございまして、もう本日はですね黒霧島と炭酸を掛け合わせた黒霧ボールをご用意させていただきました。華やかだし爽やかだし本当に飲みやすいです。宮崎県産鶏をですねスパイシーパウダーで絡めてグリルした鶏になりますので、こちらからお召し上がりください。皮パリ中ジューシーでスパイスも効いてて美味しいです。続きましてこちらの骨付きスペアリブ、こちらの豚はですねきな粉を飼料にして飼育したきな粉豚という豚になるんですね。貴重な豚なんですね。そうです。うまみがすごいですね。またいい塩梅で本当お酒が進みます。さあそしていよいよ牛ですね。そうですね、はい、この肉っぷりをお楽しみください。宮崎県産牛のランプステーキでございます。美味しいのってよだれ出ますよ、ね、もうナンバーワンを取るのはもう当たり前だなって思いますね。これ続きまして焼酎はですね黒霧島のロックをご用意させていただきました。はい、もう焼酎はお肉の味を引き立ててくれますし、お肉は焼酎を勧めてくれますし、そうですね、もうまさにお肉と焼酎の町都の城ですね。ありがとうございます。霧島酒造から黒霧島メルトを3名様にプレゼントします。詳しくは番組のホームページをご覧ください。都の城市のふるさと納税であなたも美味しいお肉と焼酎を堪能してください。都の城市の提供でお送りしました。